ジョゼフ・デュプレイ氏はフランスの画家、肖像画で有名。南フランス、ボクリューズ県のカルパントラで生まれた。父親は医者でアマチュア画家として知られていた。父親から絵を学んだ後、宮廷画家、シャルル・ルブランの弟子のアンベールに学んだ。1744年から1747年の間はローマで南フランス出身の画家。 ピエール・シュプレイラスの工房で修行し、南フランスの画家、クロード・ジョセフ・ベルネとも親しくなった。カルパントラに戻り、リヨンでしばらく暮らした後、1752年頃、パリに移り、画家組合のアカデミーとサン・リュック、アカデミーでセインとリュックの会員になった。肖像画家として知られるようになるのは1769年のサロンド・パリに作品を出展してからで、ドゥニ・ディドロに注目され、 王立絵画彫刻アカデミーの会員に選ばれた。ベンジャミン・フランクリンの肖像がデザインされた100ドル札1771年に宮廷画家に任じられ、宮殿にスタジオを与えられた。革命が始まると、カルパントラに避難した後、1796年からベルサイユの美術館の学芸員を務めた。1802年にベルサイユで亡くなった。 アメリカの100ドル紙幣のベンジャミン・フランクリンの肖像は、デュプレシの肖像画が原画となっている。ありがとうございます。